電波が届いている範囲は結構広いんですよ。まあ、そういう意味では、そのともかく聞いてくださってる方たちに、どういうふうにな、ものとして存在できるかということになるんですけれどもね。結局身近主役笑顔防災減災に役立つというか、まあ、簡単に言えば、まあ、こういうラジオ局として、存在して、そして皆さんの役に立っていきたいなという、そういうコンセプトでやってきたんですね。ちょうど2時46分は生放送中だったんですね。で、いざ来た時に、まあ、彼女もう最初からいたパーソナリティだったんで、まあ、かなり意識も高くこう喋ってたと思いますけど、後でどういうことを話したか分からないって言ってましたけれども。もっとその地域のね、情報を発信できる局になりたいんですよ。で、例えば町内会さんとの関係をしっかり持っていく、例えばスポーツ関係の団体とかね、福祉関係の団体とか、まあ、文化系の、方たち、まあ、いろんなことや本当にやってらっしゃるんですけれども、そういう情報が、このラジオ局に本当に集まってくるっていうか、いただける、そういう存在になること。それからそれを、まあ、発信できるラジオ局になることっていうことで、本当にもっともっと地域との関係を強くしたいなっていうのが、もうやっぱり最大のあれですね。ラジオ局として、これからちょっと、なるべく聞いていただける体制っていうか、環境を作りたいなと思っておりまして、そのためにちょっとアンテナの改善をしようとしています。で、夏頃にはきっともっともっとこう聞いていただける環境を作ることができるかなと思いますので、ぜひ、お聞きいただきたいなと思うんですね。で、 FM789 なんですけれども、ぜひ覚えていてください。本当に皆さんのためのラジオ局として、FM 大白はありたいですし、皆さんが主役になっていただきたいなと思っていますので、どんどん参加していただきたいなと思っています。地域が元気に笑顔になっていけるための役割を、果たしていけたらなというふうに思ってますので、ぜひ皆さん、FM 大白のことを、これからどうぞよろしくお願いいたします。